両チームの選手たちが今ピッチに姿を現しました。画面左手、青のユニフォームが今治ボールで試合が始まりました。照山が右サイド、ここに坂野、前を向いた、まだボールがある、右足弾いた、クリア、前に出ました。先ほどの場面、エリア内、左足を振ってもダメなら右足で、そこを児玉、中里、さあ前を見た、ビダセン、押し込んだ、先制は YS 横浜。中里からのリード、中央競り合って右足を思い切って伸ばしました。このシュート、セランテス弾いていくんですが、その勢いを止めることができませんでした。 YS 横浜が先制です。多くの時間帯、 YS 横浜でプレーする時間帯が長かったんですが、その劣勢を跳ねのけて競り合いますが、 YS 横浜ボール、左サイド、さあピーダーセンに、菊谷も前に出た、そのファーサイドには松村、中に入ってくる、押し込んだ、 YS 横浜2点目、またしても松村、倉貫監督の先発起用に応える素晴らしいゴール。最後は思い切って右足を振り抜いてゴール中央に突き刺しました。一方の今治ですが、山田に当たったボール、今治のコーナーキック、味方のボール、中に入ってくる、ヘッドで合わせますが、これも児玉がキャッチ。味方のボール、宮田、頭出ました、まだある、クリア、味方が拾う、中に選手が残っている、ファーサイド、市原、アラウージョ、土肥、このボールが長かった、二階堂、試合が終わりました。 YSCC 横浜、松村の2ゴール。